ニトロゲナーゼ、ニトロゲナーゼは、リゾビウム属、根粒菌など、窒素固定を行う細菌が持っている酵素。大気中の窒素をアンモニアに変換する反応を、触媒する。全体構造は、活性中心を有するニトロゲナーゼ2両体及び、ニトロゲナーゼ2両体に電子を供与する、ニトロゲナーゼ還元酵素からま、極めて酸素に弱く、 酸素に触れると数分間で不可逆的に失活する。そのため、本酵素を有する生物にはそれぞれ空気中の酸素からニトロゲナーゼを隔離する機構が見られる。窒素固定反応において最も特徴的なのが、窒素分子の強固な三重結合を解離し、無機窒素化合物に変換する点にある。この三重結合は極めて安定であり、科学的に窒素からアンモニアを合成する。 ハーバーボッシュ法の反応条件によっても裏付けられている。常実の条件における反応は、初エルゴン的だが、高温高圧条件下のみで行われる。一方、生物による窒素固定反応は、基本的には、標準状態、摂氏25度、1アトム、pH7.0 にて行われる。ニトロゲナアッツの担う、標準状態におけるアンモニア生産反応は、 下記の式にて表される。水素に代わり、電子共与体、フェレドキシンなどからの電子及び、高エネルギーリン酸化合物の加水分解のエネルギーを用いて、アンモニア生産反応を行う。ニトロゲナーゼ系における反応は、標準状態であるにもかかわらず発エルコン的であり、その自由エネルギー変化は、極めて大きい。ニトロゲナーゼの窒素固定反応は、 以下のように表される。大気中の窒素を還元し、アンモニアとして固定化する。アンモニアとして固定された窒素は、他の細菌によって、グルタミン酸塩やスジオに変換され、植物が利用可能な形となる。上述のアンモニア生産反応との相違点は、ニトロゲナーゼの反応と食い性の低さによる。ニトロゲナーゼの代表的な副反応の一つとして、ATP の加水分解と、 協約したプロトン還元活性、水素酸があり、本活性は還元的 ATP アーゼ活性と呼ばれている。この還元的 ATP アーゼ活性と反応式1が合わさり、見かけのニトロゲナーゼ活性である反応式2の反応が得られる。なお、反応式2は指摘条件における式であり、実際の生理状態においては20から 30ATP が必要であるとされている。 還元的 ATP アーゼ活性にも示されるように、ニトロゲナーゼは、反応と食い性が低く、様々な窒素あるいは有機化合物を触媒できる。主要なものとして、一酸化二窒素、シアン、アセトニトリル、アジド、アセチレン、シクロプロペン、シアナミド、そしてジアジリンなどがある。蒸気の反応の中で窒素を生産する一酸化二、窒素のみが、 ヒッコウ剤であり、他の気質は非ッコウ外剤となる。一酸化二窒素の還元によって生じた窒素は、そのまま通常の窒素固定化反応に用いられる。アセチレン還元反応は、ニトロゲナーゼの簡易測定法として有効であり、生じたエチレンをガスクロマトグラフィーによって分析することによって、ニトロゲナーゼ活性を検出することができる。また、根流金による、 窒素固定化について、窒素の安定同位体である N を蓄積する現象が知られているが、その理由については現在説明は得られていない。ニトロゲナーゼ反応に用いられる電子は主要な、代謝系、発酵、ピルビン酸の酸化などによって還元された、電子伝達体によって供与される。嫌気性のグラム陽性菌である、クラーストリディアムパスチャイオネムは、フェレドキシンを、 電子供与体として用いている。また、アゾトバクターバインランディのような強制的な窒素固定微生物は、フェレドキシンと比べて、酸化還元電位の高いフラボドキシンを用いている。また、コンリューキンやサイキャプッサローゼパーシシナのような光、合成細菌においては、還元的 ATP アーゼ活性によって生じた水素をアップテイクヒドロゲナーゼによって再酸化し、 電子供与体の再還元に用いている。ニトロゲナーゼは、原核生物、細菌、古細菌に広く分布しており、ゲノム解析や微生物生態学的アプローチからも、その分布範囲は拡大の一途をたどっている。しかしながら、窒素固定の研究の、特に進んでいる、微生物群については、嫌気ケ性細菌、シアノバクテリア、そして、根粒菌が主として挙げられる。また、 その生活用体から強制的窒素固定生物と非強制的窒素固定生物に分類される。非強制的窒素固定生物、強制的窒素固定細菌一方で、深核生物からはニトロゲナーゼ系を含む窒素固定系は見出されていない。ニトロゲナーゼは活性中心に含まれる金属の種類によって三つに分類される。主要なニトロゲナーゼ群はモリブデンを 活性中心に有するモリブデンが含有ニトロゲナーゼである。多くの窒素固定菌が本、ニトロゲナーゼを有しており、自然界にて行われている、窒素固定のほとんどは本酵素によるものと考えられている。残る二つの群はバナジウム及び鉄をそれぞれ活性中心に含んでおり、それぞれバナジウム含有、ニトロゲナーゼ及び鉄型ニトロゲナーゼと呼ばれている。 バナジウム及び鉄を含んでいるニトロゲナーゼは、その全体構造を含めて、モリブデンがん有、ニトロゲナーゼと、ほぼ同一である。しかしながら、その分布は著しく偏っており、モリブデン型が主要なニトロゲナーゼであるのに対して、バナジウム及び鉄型ニトロゲナーゼは大体、ニトロゲナーゼと呼ばれている。下記に、分布の例を挙げる。上述のリストの通り、すべての金は、 モリブデンが暗有、ニトロゲナーゼを有しており、バナジウム及び鉄型ニトロゲナーゼのみを有する窒素、固定生物は未だ見つかっていない。また既存のニトロゲナーゼとは全く異なる4つ目のグループが、放線菌ストレプトマイセスサーマウタトラーフィカスから見つかっている。本酵素はモリブドプテリンを活性中心に有しており、 サブユニット構成など、常実のニトロゲナーゼと全く異なっている。ニトロゲナーゼは、活性中心を有するニトロゲナーゼに両体及び、ニトロゲナーゼに両体を還元する、ニトロゲナーゼ還元酵素からなる。機能単位は、ニトロゲナーゼに両体及びニトロゲナーゼ還元酵素に、両体のヘテロ4両体をとっているが、生体内における構造はさらにヘテロ4両体が2つ、結合し、 ヘテロ8両体構造に適応している最上部のニトロゲナーゼの構造を図表参照。なお、本節では立体構造がよく知られているモリデンアがあユーニトロゲナーゼのみについて外説する。ニトロゲナーゼ2両体の遺伝子は2フロおよび2フックであり、それぞれ α よび β サブユニットをコードしている。αβ 構造が機能単位だが、 生体内においては、アルファベータ構造をとっており、分子量は220から 240K だ程度である。アルファベータ構造内には、活性中心である鉄のリーブ電補因子及び、電子伝達を担う P クラスターが一つずつ、配位している。フィモコーは、もうマイナス 3FE マイナス 3S 及び Fe、4FE マイナス 3S クラスターが3つの、イオーリガンドによって結合し、 もうマイナス 7FE マイナス 6S クラスター構造を有している。さらにモリブデンは、ホモクエン酸の C ニカルボニル元とヒドロキシ元に結合し、さらにアルファーサブユニットのシステインとヒスチジンに結合して安定した構造をとっている。一方、P クラスターは2つの 4FE マイナス 3S クラスターが1つのイオーリガンドによって結合し、 8FE-7S クラスター構造をとっている。それぞれのクラスターの両端は α 及び β サブユニットのシステムに結合し、配位されている。従って P クラスターは αβ サブユニット間に配置している。ニトロゲナーゼ還元酵素の遺伝子は2不チである。機能単位は、ほも2両体であり、分子量は120系だである。 ニトロゲナーゼ還元酵素内には一つの 4FE-4S クラスター及び二つの MGATP5V を有している。4FE-4S クラスターは、主に両体それぞれのシステインによって配位され、P クラスター同様サブユニット間に配置している。一方、MGATP 結合部位については、主に両体のサブユニットそれぞれに存在している。 1960年にカーナハンらによって、シーパスチャー用ーネム無細胞表品による窒素固定反応に成功した。その後、モリブデンガン有ニトロゲナーゼの生成を経て、ニトロゲナーゼが2つのコンポーネント、ニトロゲナーゼ二両体及びニトロゲナーゼ還元酵素、によって機能することが明らかになった。その後の精力的な研究により、ニトロゲナーゼは、下記の五成分の存在下にて、 窒素固定反応を行うことが示された。なお、蒸気の順序で、電子伝達が行われる。以上5成分の窒素固定反応は、下記の順序で行われる。以上の反応の科学量論式は、以下の通りである。なお、フィモコを活性中心における窒素固定反応スキームについては未だ決定打が出ていない。現在のところ FE が触媒となる経路や、 もうマイナス 3Fe マイナス 3S 及び 4Fe マイナス 3S のクラスターをつなぐ、窒原子が触媒となる経路、あるいはモリブデンが触媒部位となる経路など4つのスキームが提案されている。P クラスターやフィモコウといった複雑な金属クラスターは自発的に構築されず様々なタンパク質が構築に関与している。ニトロゲナーゼ構造遺伝子発現後に タンパク質内にクラスターが入れる発言後プロセッシングを経て活性を発揮するがこの一連の現象を成熟化という。また、ニトロゲナーゼは発言に際して様々な調節を受けており、それらに関わる遺伝子も多数存在する。A. バインランディンや K. ナモニのニトロゲナーゼ遺伝子の機能解析により、ニトロゲナーゼに関わる遺伝子の全貌が明らかになってきてい、下記に これまで明らかになったニトロゲナーゼ関連遺伝子群の名称及び機能を列挙する。なお、バナジウム含有及び鉄型ニトロゲナーゼも、それぞれ VNF 遺伝子群及びアンフ遺伝子群をそれぞれ有し、よく似た機構で発現に関わっていると考えられている。また、いくつかの二フ遺伝子はバナジウム含有及び鉄型ニトロゲナーゼで共有されている。まず、 ニトロゲナーゼ系は大量の ATP を要求するため、酸化的リン酸化あるいは抗リン酸化が行われる条件での未窒素固定反応が見られる。さらにニトロゲナーゼ活性は、酵素発現量の調節及び ATP の喫抗阻害によって行われる。ニトロゲナーゼは、生産物であるアンモニアの存在によって発現量が低下する。アンモニア自体は、 ニトロゲナーゼ反応の阻害物質にはならない。ADP の喫光阻害について、リボシル化された ADP が、ニトロゲナーゼ還元酵素の強力な阻害剤となる、ことが明らかになっている。ADP のリボシル化は、ニトロゲナーゼ還元酵素、ADP リボシル転移酵素が関わっており、本酵素は、アン条件、リン酸化が行われない条件やアンモニウム塩の添加によって誘導される。 リボシルカ ADP によって阻害されたニトロゲナーゼ還元酵素はニトロゲナーゼ還元酵活性化グリコヒドロキシラーゼによって付け活され再活性化するダラ,ラット及びドラッグは共に生成され正常解析が行われている窒素固定反応は古くから知られていたが1960年のカーナハンの無細胞表品の抽出まで長らく生 科学的性質が明らかではなかった。カーナハンは、酸素を極力除去すること、そして通常摂取温度で扱うタンパク質表品を、摂取20度で扱うことによって、ニトロゲナーゼの活性を残存させることに成功した。ニトロゲナーゼ還元酵素及び、ニトロゲナーゼ二両体のいずれも酸素に対して、不可逆失活する。ニトロゲナーゼ還元酵素の空気曝露に対する、 半減期は30秒、そして、ニトロゲナーゼに両体の t は4分である。常実のように、イヤケ製菌以外にも、通性研究性菌、後期性菌、そして、根粒菌が、ニトロゲナーゼ活性を有している。イヤケ製菌については、完全研究状態でなければ、窒素固定反応は行わない。また、通性研究性菌については、 酸素濃度が1キロパスカル以下の条件でなければ、窒素固定反応は同様に行われない。また、エ A バインランディのような後気性細菌については、自らの高い酸素呼吸活性によって、細胞周辺の酸素を極力除去し、なおかつニトロゲナーゼの立体構造の違いによって、酸素の影響を回避している。根粒菌については酸素に高い神話性を有する、レグヘモグロビンを、 本流の周囲に配置することによって、ニトロゲナーゼ系から酸素を除去している。レグヘモグロビンに取り込まれた酸素は、ニトロゲナーゼ系に触れることなく、植物の根を経て吸収され、体内で、酸化的リン酸化に用いられる。シアノバクテリアは光化学系の I と2を同時に有し、酸素発生型光合成を行う。従って、ニトロゲナーゼ系とは極めて相性が悪い。 しかしながら、アナベナ属のような繊維状のシアノバクテリアは、酸素を発生する光化学系2を細胞から除去したヘテロシスト、異質細胞にニトロゲナーゼを発現し、窒素固定反応を行っている。しかしながら、繊維状の形態を取らない単細胞のシアノバクテリアにおいてもニトロゲナーゼ、系及び窒素固定反応が確認されている。 そうしたシアノバクテリアは昼間に光合成を行い ATP を蓄積した後に夜間窒素固定反応を行うといった方法をとっている。ただし、光合成と窒素固定を同時に行うシアノバクテリアも見つかっており、それらの機構については未だ謎に包まれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。